ラジオネーム夜嫌いの夜行性、はい、有吉さん頑張るクソババアこと岡本夏樹のアバズレが、5日放送の5時に夢中でテレビ番組の演出に苦言を呈していました。テレビには今あんまり興味がないんですと突如告白。テレビはつまんないのに笑い声入れてみたりテレポも多すぎる。テレビは加工食品と同じ。私は今ラジオの方が全然いいですと続けた。おいババア、たまにはいいこと言うじゃねえか。で短く一つだけ言っておくな、お前もつまんねえよバカ。岡本夏樹さんが結構何年前か再ブレイクだって言われてバーッと出た時、俺も結構一緒共演させられて、はいはい、有吉さんと岡本、有吉と岡本夏樹はなんか一緒だみたいな、あ、同じ今でいう坂上さんとかヒロミさんとか、はい、カテゴリーを同じにしたカテゴリー一緒に、はい、俺岡本さんと一緒だなと思った復活みたいな感じでね、岡本さん岡本さんで、はい、有吉くんあんたの気持ちわかるわよ。いや、どうみたいな、違うでしょって言いながら。まあ、好きなね。はい。はい、まあ、僕も岡本さんも気はもんで。